こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、アンドロメダ学園配信記念 SR 選択ガチャ券の話ができればいいかなと思います。よろしくお願いいたします。でですね、皆さんから結構質問をいただいている、このガジェット、落合、ジャベリン、イガラシ、DJBK、まあ、誰を取ればいいんですかという話ですね。これをやっていきます。で、まず結論から言うと、まあ、僕の中ではですが、ジャベリン、イガラシが、まあ当たりキャラ、まあ取った方がいいキャラなんじゃないかな、というふうに思います。で、まあその話をちょっとしていければいいかな、というところです。で、まず、ガジェット落合ですね。で、ガジェット落合に関しては、普通に強いです。テーブルが、まあ一番強いと言っても過言ではないと思います。今ここには表示されていないんですけど、PSR になると、50になると練習効果が 30% つくテーブルです。で、敏捷ボナも6、筋力ボナもついて、2周基礎ボナ持ちのキャラクターになっております。プラス、肩力の上限もあって、ハゲタカの方は確定というところで、まあ普通に強いです、スペックが。で、コツもアベヒ、パワヒを持っていて、まあチャンスボールとかもね、コツがむちゃくちゃ重いので、まあこの辺取れると強いですし、筋力と走塁の2周練習ということで、まあ非常に使いやすいキャラクターになっているのかなという感じです。で、デッキにも組み込み、まあ、安い方かなというところで、まあ、唯一欠点があるとすれば、まあ、筋力は結構余るのかな、この高校という感じはしています。なので、まあ、今のところは、こう、最適解かと言われると、うん、まあ、どうだろうなというところはありますが、まあ、強いです、普通に。使っていけるキャラなんじゃないかな、というところで思っております。なので、まあ、ガジェット落合を取るのも全然ありかな、という感じです。して、次が、ジャベリンの五十嵐ですね。まあ、ジャベリンの五十嵐は使いやすさが抜群にいいですね。まあ、癖がないキャラで、体力の消費とかも、福井部でしっかり選べば特にないですし、あとはコツに関しても、走塁、アベレージヒッター、内野安打、本塁生還、走力ブーストというところで、まあいいものが揃っているんじゃないのかなというふうに思います。で、ボーナスのテーブルについては、試合経験点が45でつくテーブルですね。で、まあこういった形で解放がしやすくね、試合経験点がつくテーブルっていうのは、まあ普通に使い勝手もいいですし、あとは、スペシャルタックと敏捷ボナーの固有がついているので、そのあたりで、まあ、いろんな経験点を、たくさん入れてくれるっていうのと、あとは走力の上限ですよね。ここが、今のところ、縦橋と、あとは、寺道ぐらいしかいないので、まあ、今、ここで、しっかりと走力の上限を、シナリオキャラで入れてくれるっていうのは、それだけでも結構価値があるのかな、という感じはしております。なので、まあ、その、デッキを組む上でもね、こう、打撃連とか、走塁が重ねやすいキャラクターになっているっていうところで、まあ、ジェベリンの五十嵐はかなり使いやすいんじゃないのかな、というふうに思ってます。まあ、僕の中では一押しで、しかもマイベっていうところで、結構後夢はマジで強いキャラクターがワンサか、もう出現しているので、結構枠が、まあ、佐伯とか、マネカレンとかも枠が、カツカツになっているような気がするんですよね。なので、まあ、僕の中では、ジャベリンの五十嵐が、まあ、非常に今回はおすすめのキャラクターになっています。で、まあ、走力の上限自体が数少ないっていうのもあるので、まあ、本当に、ジャベリンの五十嵐とかはいいんじゃないのかな、というふうに思っております。で、DJBK ですね。めちゃくちゃ尖っております、このキャラクターと。まず肩鍛錬練習っていうところで、鍛錬練習かっていうところと、あとは、パワーヒッター、レーザービーム、初撃一発逆転。まあコツに関してはシナリオの高速レーザーの解骨があったりとか、パワーヒとか衝撃とか取りにくいやつがあったりとか、まあ強いと思います。で、試合経験点と得意練習率アップもあって、敏捷ボナ練習効果、筋力ボナということで、タックの性能に関しては、まあ、申し分ない、まあ間違いないキャラかな、というふうには思います。ただまあ、どうなんでしょうね。アーティストと、あとは、高確保ですか。まあ、こう、組み方がね、どうしたらいいんだろう、みたいなところなので、
まあ、例えばみゆきとかも使えるかもしれませんし、あとは、なんだろうな。みゆきと、あとは、沖野とか、まあ、その辺も使えるには使えるのかな、というふうに思っていて。なので、まあ、どうなんでしょうね。こう、ハマれば、まあ、アーティストと高加工が、両方とも不確定なので、本当にハマればになってしまうキャラかな、というところです。ただ、まあ、単連で使えるっていうところで、フリートとかではね、非常に使いやすい、まあ、強いんじゃないかなと思われるキャラなので、まあ、その辺でも使っていけるっていうのはメリット大きいのかなというふうに思います。で、まあ、その話をもう、まるまるっとこう、まとめると、やっぱりジャベリンの五十嵐が、まあ、僕の中では使いやすいかなと。まあ、今後輝くであろうっていうのは、ガジェットの落合とか DJBK なんですけど、やっぱフリートじゃないですね。アンドロメダ学園で使用を考えた上で、まあ、取っておくべきって言われると、まあ、ジャベリンの五十嵐とかがいいのかなというふうには思います。まあ、母体を持っておきたいかなというところもあって、まあ、僕はおすすめをしてます。ちょっと皆さんがどういうふうに感じられているかわかりませんが、まあ、サクッと、まあ、デッキを組んでみるっていうことを考えると、まあ、こうするか。ひとまずこうするか。まあ、ジャベリンの五十嵐ベースでちょっと考えますが、打撃連、佐伯。アマネカレン、王子でもいいと思います。まあ、佐伯とか。あとは、まあ、シドレミとかも組めると思いますし、あとそうですね、彼女とかか。まあ、彼女に関しては、結構いろんな選択肢があると思います。ノムとかでもいいですし、あとは、覚醒の彼女とかでね、告白をうまく引き出すようなパターンも考えられると思います。なので、まあ、本当に、こう、縛りはない。高速性はない。まあ、いろんな本当にデッキが組めるかなというふうに思っていて。で、まあ、カタログの上限のところは難しいんで、まあ、こことかは、例えば、まあ、こんな感じで、落合を刺してあげたりしてもいいと思いますし、そうすると結構走塁もね、4詰めたりとかってするので、まあ、彼女前に、レンちゃんとかね、加えたりとかして、まあ、いろんなデッキが組めるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回は本当に結構覚醒彼女をキーになるかなと思っていて、で、覚醒彼女と、あとは、まあ、ちょっと DJBK、まあ、ここ、まあ、DJBK って、もう、コリシさんでいいですか？コリシさんが、こう、うまく噛み合ってくれると強いなっていうところで、まあ、その辺をうまく噛み合わせられれば強いけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ、フリート高校を超えるかって言われると、まあ、今のところは、まあ、堂々ぐらいか、まあ、ちょっと弱いぐらいかもしれませんね、というのが、まあ、僕の正直な意見です。で、まあ、そこを超えるには、やっぱりその、大きいタックでガンガンと超特訓かましていくっていうのが非常に大事な動きになってくると思うので、まあ、そのあたりを皆さんとちょっと開拓できるようにも頑張って動いていきたいかなと思います。あとはフリート高校に比べて、あれですね、合わせを使わないっていうところで、金の特殊能力が、まあ、一個彼女が減る計算になるかもしれません。なので、そのあたりは、まあ、もう思い切って合わせ使うとか、もちろん経験点減るんですけど、まあ、合わせ使ってみるとか、まあ、いろんな構成を考えないと、こう、フリートに勝てないっていう事態が、また起きるかもしれません。ただ、合わせに関しては、フリート高校で使わないとメリットがすごい薄い。まあ、経験点が全然入ってこない彼女なので、まあ、そういったところで、まあ、どう、こう考えていくかっていうところが大事になってくるのかな、というふうに思います。まあ、コツはたくさんくれるので、まあ、そういった意味では強いですし、体力の回復、まあ、体力の消費もね、そんなにない。まあ、デートすれば体力も回復してくれる。まあ、やる気と、体力依存にはなるんですけど、まあ、そのあたりが噛み合い良ければ、まあ、非常に強くは使えるのかな、なんて思っていたりもします。まあ、4月にね、まとめてデートするみたいなのもありだと思うので、うまく体力管理ができればね。まあ、そういったところで使っていくのもありですし、今ちょっと入れ替えた沖野くんとかですよね。もう沖野くんとかを入れて、後いべの、木場静香とかね。を入れても面白いかなと思っているので、まあ、本当にいろんな構成が、まあ、いろんなキャラクターで使える高校がまた入ってきたのかなという感じはします。まあ、基本的には、経験点を弾き出すような高校だと思うので、得意練習を集めたりとか、あとは、ま、バランスよくするにしても、なんかこう爆発力がアタックであるようなキャラクターを入れるとかっていう風に、こう固めていくといいのかなと思っているのと、まあ、サイドになりますが、はい。
まあこれっすよね。アンドロメダ学園の配信記念 SR 選択ガチャ券。まあこの中で選ぼうっていうところで言えば、まあジャベリンのイガラシとかが、まあいいのかなという感じはします。まあ将来性を考えるんであれば、ガジェットの落合 DJBK も候補に入るんで、まあそのあたりはちょっと皆さん使ってみてから、まあいろんなことを、まあ自分のボックス内とか兼ね合いを考えてやるのがいいのかなと思います。ぜひぜひ皆さんのこの3キャラのご意見に関してもいただけたら嬉しいなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。